着いたぞ、キリュウ。錦、ここはどうなんだ。さあな、適当に車走らせてきただけだ。やるか。ああ、まだ借りっぱなしだった。やるよ。もう返せなんて言わねえ。そうか。よく味わって据えよ、兄弟。そいつがお前の最後の一服だ。何の真似だ。悪ふざけにしちゃう、たちが悪すぎねえか。なあ兄弟、いい加減にしろって。うるせえ。もうこうするしかねえんだよ。なんでこうなっちまったんだろうな。どっから歯車がずれた。組の命令ってことなのか、錦。そんなんじゃねえ。うん。キリュウ、お前、組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか。堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ。人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってる。それをとことん死なねえように殺すんだ。生かしたまんま、できるだけ長く苦しむようにだ。生きたまま解剖されるような拷問されて、散々痛めつけられた挙句、そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ。俺はな、キリュウ、兄弟としておめえにそんな死に方させられねえよ。堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ、キユ。組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ。極道には時効もねえ。お前も分かってるはずだ。こうなっちまった以上、俺も極道としてはもうおしまいだ。風間のおやっさんもな。けどせめて、おめえがひでえ死に方するのだけは避けられる。人思いに知らせてやれる。今俺にできんのはそれくらいしか。すまね兄弟、お前にここまでさせちまったのは俺のせいなんだな。兄弟、頼みがある。俺をここで弾いたら俺の首を手柄にして、いつか組でてっぺん取ってくれ。約束してくれ。頼んだぜ。
なんだよ、こっちみんな忍者ねえよ、キリュウ頼むから。情けねえこと言うんじゃねえ、そんなんじゃてっぺん取れねえぞ。どうした、しっかり狙えよ、まだ死んでねえぞ。撃てねえよ、撃てるわけねえよ。やっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ、国道として。俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ。俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端な意味がねえんだよ。俺だって同じさ、キリュウ。お互いまだガキだってことだ。つまらねえ火種つけちまって、世話になったおやっさんにも迷惑かけて、それで死んで片付けちまおうなんてよ。極道がどうとか言う前に結局俺は半端なガキでしかねえ。俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせに、マジでダセーよ。だよな。でもいつまでもガキじゃいられねえ。キリュウ、やっぱり二人で何とかして。錦、今日ここで会ったことは全部忘れろ。俺も忘れる。え？俺は行くぜ。どうするつもりなんだ。カムロ町に戻る。俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだ。ダメだってキリュウ、おめえ本当に殺されちまうよ。いや、お前にもらった命だ。これでどこまでやれんのか、この目で確かめてやる。キリュウ。ニシキ、まず俺からけじめつけさせてくれ。お前とはこれまでだ。今日限り兄弟の縁を切らせてもらう。キリュウ、こっから先お前は二度と俺に関わるな。Thank you.